日の熊神宮、国掛神宮日の熊神宮、国掛神宮は和歌山県和歌山市にある神社。一つの境内に日の熊神宮、国掛神宮の二つの神社があり、総称して日前宮あるいは渚宮とも呼ばれる。両社とも式内社、紀伊国一宮で、旧社格は寛平大社。現在は神社本庁に属さない単立神社。入り口から向かって左に日の熊神宮、右に国掛神宮がある。和歌山市内にある当社と、辺津山の上社、伊太式、蘇神社に参詣することを三社参りという。日の熊神宮国権神宮神体の鏡はいずれも伊勢神宮内宮の神宝である八咫鏡と同等のものとされる。八咫鏡は伊勢神宮で天照大神の神体とされていることから、日の熊宮、国掛宮の神はそれだけ重要な神とされ、準高祖神の扱いを受けていた。日神に対する日前神という名称からも特別な神であると考えられている。また、伊勢国が大和国への東の出口に対して、当社は西の出口にあるため、伊勢神宮とほぼ同等の力を持っていたと言われている。日の熊神宮の祭神である、日の熊大神は、天照大神の別名でもあり、朝廷は神会を送らない別格の社として存続した。神位を授けられることがなかったのは、伊勢神宮をおいては、日の熊、国掛両神宮しかなかった。なお、日の熊大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。日本で最も歴史のある神社の一つで神話と関わりが深い。日本書紀に天照大神が岩戸隠れした際、石こり止めの命が八咫鏡に先立って鋳造した鏡が日前宮に祀られているとの記述がある。社伝によれば神武統制の後の神武天皇2年、貴国増加の祖神である天利根命が、八咫鏡に先立って鋳造された鏡である、日造鏡、日鉾鏡を賜り、日造鏡を日前宮の日鉾鏡を国掛宮の神体としたとしている。当初は、渚郡検見郷浜宮に祀られ、垂仁天皇16年に現在地に遷座したと伝えられている。なお、伊太式蘇神社の社伝では、もともとこの地に伊太式蘇神社があったが、紀伊国における国譲りの結果、日前神、国掛須神が土地を手に入れ、伊太式蘇神社は、現在地に遷座したとしている。また、日の熊、国掛両神宮の遷宮前の旧社地には、浜宮神社が鎮座している。主張元年には、国掛神に奉幣したとの記事がある。延喜式神明帳では、明神大社に列し、紀伊国一宮とされた。中世には熊野詣の途中で参拝されたとの記録がある。天正13年に豊臣秀吉に攻め込まれ、社領が没収された。その際社殿が取り壊され境内が荒廃したが、江戸時代に紀州藩初代藩主、徳川頼信により、社殿が再興された。しかし現在は最盛期の5分の1の広さになっており、社殿や施設などは往時を偲ぶに及ばない。さらに1919年には国費による改善工事によって、境内の建物はすべて一新されており、旧館は大きく変化している。1926年3月の工事完成をもって、現在の左右対称の姿となった。1871年、近代社格制度において、両宮ともに寛平大社に列せられた。現在は神社本庁などの包括宗教法人に属さない。単立神社となっている。鉄道バス。ありがとうございます。